きっていうのはすごく、ね、池袋、大学がある池袋からもすごく近くて、学業的にも効率が良くて、そこすごく気に入ってるんですけど、もう一つ四季っていうのはすごく街的にコンパクトで、駅周辺に全て必要な場所が揃ってるので、その自分が必要なものとか四季中を歩き回らなくても買いに行けるので、すごく暮らしやすいなと思ってます。文化的背景の異なる人と分かり合うことの大変さを学べるいい機会だと思ってます。今まで日本人ばかりと接してきた私にとって、日本人間に存在するあうんの呼吸が通じない環境に身を置くことはすごく大変なんですけど、自分の中にある当たり前という概念を崩して新たな価値観を得る貴重な機会になっていると思います。もちろん言語の壁もあるんですけど、それ以前に自分の視野の狭さを痛感させられて、世界に出ていく上で自分に足りない様々な部分を見つめることができていると思います。今日のいいところはすごく友達が作りやすいところだと思ってて、その留学初日にその友達できるかなってすごい不安だったんですけど、同じ寮に住ん、同じ場所に住んでるので、その GLAP の中で友達がすぐにできたのはすごく嬉しかったし、あと加えてここって国際寮なので、留学生、私たち GLAP を除いたら全て留学生なので、その留学生と その交流っていうのもすごくしやすくて、未だにその母国に帰った留学生とも毎日そのメールとか交流続けたりできているのはすごくいいと思います。